村松法律事務所サステナブルトーク風を起こそうの時間です。今日からスタートいたしました、所長弁護士の村松博康先生です。村松先生よろしくお願いします。どうよろしくお願いいたします。さて村松先生と我々三角山放送局のご縁ですけれども、はいはい、もう振り返れば大変お世話になっておりますね。長くそうですね、どういうきっかけでしたっけ。十数年ですか。もっと前ですね。もっと前ですよ。あの STV のね、もんくり3年からの縁ですもんね。あの木原久美子さんとね。そうですね。もうお世話になってありがとうございます。木原さんがこの放送局を、はい、開設されたんですよね。そうですそうです、うん、お世話になって。そうですね。もうそれ以来ありがとうございます、うん、今回この三角山放送局で先生新しい番組をやりたいという思いはどんなところから来ましたか。うん、それはね、はい、あの三角山放送局の、まあ、あの木原さんがね、はい、その放送局のテーマっていうか目標としてね、あの一緒にねっていうそのまあなんていうかフレーズを皆さんと共有したじゃないですか、はい、あれは素晴らしいことで、要するに今の時代なかなかね、家族も含めて地域社会も含めて孤立する人、孤独でに生きてる人が非常に増えてきている。だから要するに人口が減少しているにかかわらず世帯数が増えているというね、こういうまあ不思議な国になりつつありますよね、うん、はい、でそういう中でやっぱりあのお互いが支え合うということがないとね、やっぱり非常にまあ生きづらい世の中になっていくに違いないと、うん、はい、それはずっと思ってまして、はい、それをまあキラさんがね、うん、まあ、もう一度手をつなごうというね、うん、メッセージでこの放送局を運営されていたということに一つは感銘したと、感銘を覚えていたということですね。それとあの、まあ、今 SDGs のね、あの動きが非常に広がってきてますけども、先駆けてねやっぱりその三角山放送局として一人も取り残さないというね、 SDGs の理念をね掲げて、でサステナブルな世の中をね作っていこうという、うん、そのまあ、姿勢というかな、うん、それにまあ非常に、まあ、共感をしたと、はい、いうことですね、うん、でぜひ一緒にですねその一翼を担わせていただければ大変ありがたいなというふうに思った次第ですね。先生もでも誰一人取り残さないでいうと、もういろんな裁判を手掛けてらして、どちらかというとこうなんていうか弱い立場の人たちの人権問題ですとか、そういった方々を救ってきた、そういう弁護士先生でいらっしゃると思いますけど、先生も弁護士になられてどのくらい経つんですか。44年ですねもうちょっとで半世紀ですねそうそうそう、もうですから人牌にしてもスパイクタイヤにしても、そうそうそう、先生がずっと手掛けられてきた、ね、裁判たくさんございますけれども、ね、そんな中でこの SDGs を中心としてこの番組でこう主に伝えていきたいことっていうのはどんなことがありますかね、うん、それはね、あのやっぱりその40数年もね、弁護士といっても、まあ、我々がやってることは臨床ですよね、はい、要するに困ったことが起きると、それをなんとか一番いい解決に導いていくということを、まあ、やるわけですよね。でそれをまあ大変多くの事件を経験させてもらいただいて、あの臨床の限界っていうのを感じるんですね、うん、つまり次から次へと仕事は来るわけですよ。しかし、その要するに困ったことを発生させるね、根っこがそのままね残っている以上は困ったことって発生し続けるんですよね、うん、だからあのやっぱりこのその根っこのところにね、どうしてこういう事件が起きるんだろうかっていうその、ね、根のところをきちっとやっぱり見るっていうか分析するっていうかね、それがすごく大事だなというふうに思ってまして、でまあ、常日もそういう、まあ、視点でね、まあ、物事を考えるようにしているんですけども、実はね最近ねこの数年ですけど、例えば、まあ、分かりやすく言っちゃうと森友
問題とかね、家計問題とかね、要するに公文書の偽造改ざんの問題とか、それからその国が持っている情報をね基本的に公開しないとか、それから再調査をしないとか、ね、その例えばあの森友さんの事件でもね、やっぱり死者が出てるのにもかかわらず、その再調査をしないっていうね、このなんていうか、まあ言ってみればこう国のね秘密主義っていうか、これはねすごく引っかかっていたわけですよ。でこの国は どうなっていくんだろうかなと、うん、それも官僚の人たちがね、言ってみれば日本の国を支えて発展させてきた言ってみれば知的集団ですよね。ここはこの集団がねやっぱり国民に背を向けるとね、こういうことになってくると非常に有識ことになるんじゃないかというふうに考えていてですね、あの今回のワクチンというか、要するにコロナの問題ね、これも、まあ、我々素人ですけど、あれ一部の研究者と政府の、まあ、関連する官僚と政治家がこう密室で議論をして、その議論の つまみらなところは公開されないままですね、まあ、結論だけ押し付けてくるわけですね我々に。で国民に対してあのメッセージの出し方はね、あの国は基本的に何もしないわけですよ。基本的に国民にその我慢を強いると、このね、あのなんていうかな、問題解決の手法っていうかね、これにも強烈な僕違和感を感じるんですよ。あの国民は憲法でやっぱりあの文化的なね、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を持っているというふうに宣言されている。で国はそれをその健康で文化的な生活をねきちっと守る責任があるわけですよ。だから手を下さなくちゃいけない、具体的にね。例えば検査でもね、最近じゃないですか。そうですね、PCR 検査はそれもごく一部、なんで最初からやらなかったのか、うん、感染者と非感染者をね一緒にしたらそれ感染増えますよ。だから離れろっていうのは分かりますよ。でもその感染者の人がを特定して非感染者とね接触してないようにできるわけですよ。これはそれをもっと早期にね行っていればここまでね長引くことはなかったのではないかと。それからやっぱりあの飲食業の人たちにね一方的にこのなんていうか負担を強いてるじゃないですか。で飲食の機会で確かに感染がね増えてるということはあるかもしれません。でも全体の統計から見たらね飲食の比率ってそんなに多くないですよね。だからそういうそのことを総合的に考えるとね、とてもじゃないけど今のね政治家の人研究者の人たち頑張っていらっしゃると思うけれども、不十分だと。国民の声を広くね聞く姿勢を持たれた方がいいというふうに思うんですよね。だからそういうこうなんかうつうつとした気持ちっていうかね。で最近デジタル法ができたじゃないですか。あれは一見ねすごく僕は必要だと思いますよ。しかしあれは裏返すと国民の情報を全部把握するわけですよ、国が。そういう仕組みなんですよね。で今の監視カメラとねあのデジタル法によるこの情報の収集ね、これがどんどん進んでいくとですね、国民のプライバシーは要するにまあ言ってみれば国民のねあの個人情報は全部裸にされちゃう、ね、でこれはね決してその日本国民にとって幸せなあの形ではないというふうに思うんですよね。だから一言で言えば国は情報を秘匿すると、国民の情報は全部裸にすると、こういう国になりかねないんではないかと、ね、でこれはまずいんじゃないかと。確かに、うん、でまあこんなことにねいちいち目くじらを立てても大人げないというふうにねまあ思ってまあ来ましたけども、
ちょっとこれはまずいなといかにも。で、まあ一つの法律事務所のね仕事としてもうここはきちっとね、あの我々の視点でこの今いろいろな事象をね分析して提言していくと、声を上げていくということがどうしても必要だなというふうに考えに至ったと。その場所として同じ理念を共有するこの三角山放送局っていうねコミュニティ FM の場所をお借りして実験をしてみたいと、ありがとうございます、いうふうに思っている次第です。ありがとうございます。先生またこの続きはじゃあ次回もお話を伺います、はいはい、サステナブルトーク風を起こそう、村松法律事務所所長弁護士の村松博康さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。